ご覧のように誘導員とかなり車間を空けているのが5番の内山啓太2分線。ここはこの内山が突っ張る気満々でしょうか。白浜がその中で上がっていきます。白浜の上昇、前で待ったをかけて内山啓太がここは突っ張っていく。内山には陶器、そして1番の吉村、ここで6番車の大崎が切り替えましたか。大崎がここはシビアに切り替えています。これで7番車の白浜、2番の浜田と九州勢6、7番で後手に回るんですが、ここで飛び出していく7番の白浜、今日も巻き足が速い7番車の白浜です。気づいた5番の内山啓太、2番の浜田が切れてしまいました。内山、そしてこの後ろ7番の白浜と4番の陶器、陶器がちょっと遅れているか。陶器が3番手に車を下げました。2番手に収まったのが7番車の白浜です。逃げる5番の内山のこの後ろ7番車の白浜が入っています。そして陶器がいて1番の吉村、最終バック1列棒状で通過入ってしました。逃げていく5番の内山、2番手7番車の白浜が縦に踏んでいって、さあ内山を捉えにかかっていって、さあ外を通って7番車の白浜が先頭に変わる。白浜先頭で五輪、2着は5番の内山。